さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側中日ドラゴンズ先発投手は吉見、その投球に注目が集まります。そして対する一塁側阪神タイガース先発投手は岡本、本日好調、どんなピッチング。ドラゴンズリードで迎える7回です。バッターは石岡、まずは出塁なるか。これは見送ってボール。第3球投げた、打ちました。これはスタンドに入りそうです。打った、飛び込んで取る、アウト。素晴らしいダイビングキャッチで阻止しました。ドラゴンズここは代打を使ってきた。バッターは石川、石川俊背番号。さあ1球目投げた、外角低め、ストライク。カウントワンストライク、投げました、セーフティーバント、一塁送球、アウト。これで2アウト。さあそしてバッターは今日2三振の溝脇、ストライク、外低めいっぱい、内角低めいっぱい、ストライク。さあ最後も同じコースで勝負するか。打った、ファールボール。第4球を投げた、打ちました、抜けた、溝脇ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。そしてバッターボックスは遠藤、ランナーを進められるか、テンポよく行くか。一つ外した、ボール、ワンボールツーストライク。最後は空振り三振に切って取りました。7回の表が終わって3対1ドラゴンズリードはわずかに2点です。タイガース残念ながら痛い敗戦となってしまいました。これが力の差なのか、あと一歩及ばず。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役は何といってもこの人、わずか1失点ナイスピッチングです。今日のヒーローはもちろんこの人です。本当